はい、おはようございます。お調子です。僕は今、お茶子と一緒にグアムに来てるんですけども、今日でグアムに来て4日目の朝ですね、今。で、明日ね、もう、日本に帰るんで、今日が最後のね、グアムで自由にできる日なんですけども、最後の1日、今泊まってるホテルが、ホリデー&スパ&リゾートみたいなところに泊まってるんですけども、最後の1日だけね、ちょっと、部屋を移動して、ちょっとグレードを上げて、もうちょっとオーシャンビューのいい部屋にね、移動しようと思います。で、それもね、別に今泊まってるとこと料金が変わんなかったんで、最後の1日だけ、変更しました。なんで一旦じゃあ今泊まってるこの部屋をきれいにして、ちょっと部屋を移動しようと思います。よし、じゃあ、おちょこ、起きよう。おちょこ。おちょこちゃん。いきなり起きた。部屋、もう、部屋、時間だから部屋移動する準備しよって言われた。う。まあ言われてないけど、よし、じゃあ片そう。部屋移動するだけだからな。ざっくり片そう。ね、昨日このゴミ袋の中にちっちゃいゴキが出たよ。いいじゃない、別に。もうすぐし縛ったけど、まだ縛ったら外出られないよ。まだ中いるよ。かわいそうじゃん。はい、じゃあ部屋片したんで移動しまーす。次は11階だから一番上のフロアだ。やったー。あ、今度はこっち側だ。よいしょ。床が板張りじゃね？板張りっていうの？フローリングだ。あ、でも本当は綺麗だね。あ、リメイクしたんだね。リメイクして新しくなってる部屋だ。床が違うね。絨毯じゃない。めっちゃ綺麗になってるんだ。そんなに違うか？まだあんま変化わかんないけど、一応これがスーペリアルームなんだよね。で、オーシャンビューってなってる言われてたけど、どんな感じなんだ。いや、オーシャンビューって、あ、まあ、オーシャンビュー、オーシャンビューか。オーシャンビュー、ああ、本当はこっち行ったら海が見える。空き地がね、よく見えるね。あ、でもいいじゃん。いいな、ここ。竹11階、怖っ。おー。ここのドアを開けたら隣とつながるみたいな感じなんだ。で、今閉まってんだな。で、水場がこんな感じか。あんま変わんないか、さっきの部屋と。で、この部屋もさっきまでの部屋と同じ値段のね、1万1000ちょいか、1万円ちょっと。まあまあ、眺めは良くなったね。よし、早速今日もじゃあ外に出かけよう。ちょっとこのホテルの M フロアってのがあって、これが何か分かんないから、ちょっと行ってみよう。あ、韓国料理レストランがあるんだ。あ、まだ今閉まってるわ。おお。あれ、こっちにもレストランがあるんだ。やってんのかな。綺麗なホテルだ。よいしょ。街が静かだよね。人がいなくて。居酒屋。あれ、なんだこのワンちゃん。引かれて死んでる？え、寝てんのかな？あ、寝てんだ、よかった。偽ミッキーみたいなのだ。はい、今日も昨日来たタモンエリアに来ました。このグアムの国旗もこれ結構可愛いんだよね。デザインが可愛いって言われてんだよ。落ち着いた。ここが JP スーパーストアっていう、なんかでっかいスーパーかな。じゃあ入ってみます。このサンリオのグッズがある。チュッパチャップスだ、これ。デカメントスだ。ドルの紙幣のスポンジだ、かわいい。うわ、ゴキブリのクリップがある。これでお菓子とか挟むんだ。へえ、かわいい。この亀のバッグ。よし、じゃあもういいや。ちょっと曇ってきたな。じゃあ次海行くか。こっちかな、ビーチ。今修学旅行を引率してる先生の中の一人がモロカツラだった。見た？いいじゃないの、なんでそんなこと。あれ、みんないじられないのかな。全然バレバレだったけど。人のこと言えないじゃん。よし、着いた。海すげえ綺麗だな。ここがタモンビーチかな。多分ここはガムで一番メジャーなビーチなんだよ。綺麗だな。よ
ごいな、めっちゃ綺麗じゃんここ。でスニーカーで来てるっていうね、ビーチに。うん、おちょこ本当にあんな荷物多くて B さん一つ持ってきてないんですよ。よし、じゃあ泳いでみよう。あ、海の水温がちょうどいい。うん、海綺麗。ここなんかマジで泳ぎやすい、ね、プールみたい。うん、すごいいいところ。よし、じゃあもういいや、海は一旦ホテル戻ろう。タボンビーチめちゃくちゃ良かったな。すごい良かったな。すげえ遠浅でな、岩場もなくてサンゴもなくて泳ぎやすい。魚もちょびっといたりしたしね。めちゃくちゃ泳ぎやすい。だから昨日行ったイパオビーチはシュノーケリングスポットって感じなのか。でこっちは海水浴にすごい適してる ね。すげえ、めっちゃいい。こういいな。すげえ綺麗。なんだろうここ、結婚式場かな。結婚するとこだ。やべ、ここで結婚する。歩け歩け歩け、スパーニュ。なんてこと、めちゃくちゃ綺麗じゃんね。やっぱベトナムとかタイとか東南アジアのさ、主要のビーチでこんな綺麗なのないよね。だいたいやっぱ人いっぱいいて汚かったですか。なんかカラフルな建物がある。てか街の中こんな海パンにバスタオル1枚で歩いてていいのかな。まあでもグアムだからいっか。はい、ホテル帰ってきました。ここだっけ、1408だっけ。まあよかった、これ。よし、やってきた。はい、シャワー浴びて着替えたんで、じゃあまた外に出かけます。ちょっと部屋番号写真撮っとこう。このシャッター音がなくなるのがいいよな、海外来ると。うん、じゃあこの赤いシャトルバスに乗って移動します。また雨が上がって虹が出てる。よし、着いた。あ、ここが、グアムプレミアアウトレット。昨日ね、あ、ナイトマーケット行くときに乗り換えた場所だよ ね。このアウトレットも夢っぽいんだよね、うん、ちょっとじゃあ入ってみます。周りにウェンディーズとかさ、ジョリビーとかいろんなチェーンの飯屋がある。おちょこは昨日行ったんだよね。あ、すげえ綺麗。すごいな、めっちゃ綺麗。昨日行ったんでしょ、うん、てか修学旅行生すごいな、うんうん、いいね、なんか黒い雰囲気の店内で落ち着くな、うん、ミッキーのフォトスポットだ、ハロウィンの。多分ね、実はここまでしかないんだろうね。あ、もうそんな広くないんだ、ここは。このロスっていう多分ちょっと安めの服屋、もうこれもよく見るな、こっちで。なんか服がメインで置いてあって、でカバンとか靴とか雑貨とかおもちゃとかそういうのもね、いろいろなんか普通に買うよりも安く売ってんですよね、たくさん。こういうデッドプールの T シャツとかも10ドルなんで1枚1500円ぐらいで売ってますね。こんなアディダスのジャージの下も20ドルだから3000で売ってるわ。靴がどれもめっちゃでかいわ、アメリカサイズで。何センチあんだろう、35、6センチとかあんのかな、もっとかな。ドラゴンボールのフィギュアだ、ブロリーだ、タートルズのフィギュアもある。これ昔流行ったな、小学生ぐらいの時いっぱい持ってたな、タートルズのフィギュア。またおちょこがワンピースを買おうとします。3枚、まあ、1個10ドルぐらいか、まあ、安いけど。ただ本当何枚目だよこの旅で。動画にしてないのも含めて本当もう10枚ぐらい買ってんじゃないこれで。この10ドル150円ぐらいのエコバッグも買うそうです。レジがめっちゃたくさんあるね、28個もあるよ。ただ空いてるのは2個だけだから全然行列なんだけど、全然順番回ってこねえ。なんか暇そうにしてるスタッフもいんのに。これがアメリカンスタイルなのかな。怒ってっちゃったの、もうさ並びすぎて怒って帰っちゃったのかな。あ、来た、やっと来た。Hi guys, thank you, have a good day. Nikon 7, can I help you? よし、やっと帰った。じゃあこっちのフードコート行ってみよう。めっちゃいい匂い、ピザの匂い。あ、広い。サブウェイとかケンタッキーとかいろんな、あ、タコベルもある、チェーン店が入ってる。スパロってこのピザ屋、なんか日本にもあったな。うまそう。ジャパニーズレストランアジーチ、
でもやっぱどれも1500円から2000円ぐらいするな。あ、映画館だ、ここグラディエーター2がやってる。あと、あ、ベノムだ、ザ・ラストダンス、あ、ジョーカーだ。あー、いい匂い、ポップコーンの。映画は大人1本 11.99 だから12ロールで見れるから1800円ぐらいだから、あんま日本と変わんないな。あ、ここはゲーセンだ、入ってみよう。なんかいろんなゲームがある。どこも人いないな。すごい、これカラオケボックスだ、本当のボックスだ。この中入って歌うんだ、立って。あ、これはいろんなゲームが入ってるやつだ、この台の中に。懐かしい、このスーファミのカータートルズのゲーム、これ面白かったんだよな。また虹が出てる。やったー、もう虹バブル弾けまくってんな。全然もう希少価値を感じなくなってきた、どんどん出るから。よし、じゃあここで飯食おう。キングスレストランね、ここも多分有名なねレストランなんだよね、グアムの。あ、ごめん、うわ、高そう。あ、なんかファミレスみたいだ。すげえ、なんかパルプフィクションとかに出てきたみたいなさ、ファミレスだ。映画のファミレスだ。行け、これは高いだろ、ここ絶対。わあ、うまそう。パンケーキとかもあんだ。なんだこれ、もうキャベツがごと入ってる。なんかこれがみんな頼んでるっぽいんだけど、どこにあるんだろう。Excuse me. This and what is this? Order. Order. Yeah. Fried rice ala. Ah, this. Ah, just fried rice ala. One. Butter milk pancake. Who? はい、頼みました。ちょっといろいろ頼みすぎたかね。はい、まずおしごが頼んだダイエットコーラが来ました。これが1本 3.75 ドル。やばい、やばいのが来た、すごい。うーふーわ、ちょっと待って、うわー、 Thank you、 わお、頼みすぎた、やば。まずこれがパンケーキね、これがフルサイズね、これで 10.25 ドル。めっちゃいい匂いするパンケーキの。でこれが看板メニューみたいなやつのフライドライスアラで、これが 14.35 ドル。でこれがおちょこが頼んだキングハンバーガー、開いてんだ。そうそう、でこれが 15.3 ドルか、はい、これオニオンリングが乗っかってんだな、すっげー。じゃあまずこれから食ってみよう。目玉焼きが2個乗ってっかんね。で下がフライドライスチャーハンみたいなやつだ。じゃあまずこれだけで、いただきます。あ、ハブも入ってる、いただきます。これだけだとそんな味がしないわ。だこのポルトガルソーセージと一緒に食うんだろうな。じゃあこっち食ってみよう。すんげー塩分濃度、これもしょっぺ。目玉焼きご飯が進むわ、目玉焼きチャーハンが。これ朝から食うんだアメリカ人は。うん、まあうまいけど、ほんとしょっぱくて、ちょっとやっちゃいけないこと、なんて言うんだっけ、感じ、なんとか感、背徳感。そうそうそう、背徳感あるわ。ハンバーガー食べていいの？ちょっと、ありがとう。じゃあ次おちょこのハンバーガー。え、これケチャップかける、うん、これじゃこうやって、めっちゃでかい、これも。うんめ、うん、めっちゃうまいわ、ハンバーガー分厚くて、うまっ。じゃあ次このバケモンパンケーキいくか、うん、この大量のシロップ、これもちょっとかけて。じゃあいただきます。匂いがすごい、いい匂い。うん、あ、うまい、意外とサクッといけるかも。ふわふわしてる、なんかモサモサしなくて。あ、うまい、うまいけどやっぱり1枚で十分だな、1人、うん、やば、これほんとハーフにすればよかったな、うん、なんか変に貧乏根性出してちょっとの値段の違いだからってフル頼んじゃったけど、うん、うん、うまっ、うん、ほんとアメリカってすげえな、うん、あー、腹いっぱい、腹いっぱい。お会計来た、いくらだろう。 43.1 ドル、6557円。まあそれはそんぐらいするわな、こんだけ頼んだから。はい、ごちそうさまでした。いや、腹いっぱい、腹いっぱい、うまかったね、めちゃくちゃ美味しかったね。味もサイズもアメリカだったわ。やっぱアメリカはすごいわ、すごいな。はい、じゃあ赤いシャトルバス乗って戻ります。よいしょ。はい、パシフィックプレイスで降りました。そう、このパシフィックプレイスっていうこのモールの
横に遊園地があるんでね、ちょっとそこ行ってみる。ウンダ、ここがタガダパークっていうグアムの小さい遊園地ですね。これ入場は無料なんでね、ちょっと入ります。かわいい、ダックスフンドだ。カニカマみたい。これがすごい有名なんだよ。これがバーって回転して、もうシートベルトなしで座ってバーって回って動いたりするの。ちなみにこのタガダディスコっていうこの乗り物は1回乗るのに11ドルかかりますね。1,500-1,600円ぐらい。このバイキングは1回9ドル。あ、いっぱい乗った。あ、始まるっぽい。あ、回った。これシートベルトなしですからね。うわ、フライパン見て、すごい、すげえ激しい。あ、終わった。長かった。10分もあったわ。ありがとうございます。乗らないの？いや、ちょっと無理。あれはさすがにちょっと怖すぎるわ。いや、ここまであれ乗りたいって言うからここまで。いや、乗りたいっていうか、まあちょっと乗るつもりで来たけど、やっぱ無理だわ。やっぱ俺は貫くわ、俺を。いや、俺ちょっとごめんなさい、本当勇気出さない系 YouTuber だから、ちょっと無理だ、やっぱごめんなさい。行くだけ、見るだけ、見ただけ。なんでだよ。ごめんなさい。なんで乗らなかったんだよ。だって怖いもん。だってこのためにわざわざ遠くからバスに乗ってきたのに。で、このパスリックプレイスはほらカプリジョーザも入ってるし、アウトバックも入ってるんだよ。全部大好き。ここはラーメン屋だ。ここら辺結構日本系のお店がいっぱいあんな。あ、ここも居酒屋だ。魚丸。なんだあれを、アダルティスペシャリティショップ、アダルトショップ。なんかプレイボーイのマークもあるわ。大人のおもちゃ屋かな。グアムで最高に投票された2016年から2022年。アダルトエンターテインメント。30分ごとに新感覚のスペシャルショー。なんだろうこれ、ストリップ。女の子が？ストリップかな。ここにストリップがあるんだ。へぇ。あ、こっちは射撃だ。いろんな銃がある。50ドルだから、3000ぐらいか。へぇ。ストリップとかもあるんだね、グアム。すげぇなぁ。あんまそういうエロのイメージないけど、グアムとか。あるはあるんだな。まあ夜になったら何かしらあるだろうな、ここの世界でも。8年前来た時はな、実弾の銃撃つやつとか行ったけど。すげぇなぁ。こことかもね、銃撃つとこだよね。実弾射撃場。ここは多分彼らっていうショーがあるとこなのかな。グアムで必見のショー、彼ら。見てこれ、これもよくアメリカの映画に出てこない。自販機なんだよね、多分。普通でほぼ広告でさ、日本のと違って。で、ここにちょっとボタンが書いてあって、コーラ、スプライト、ダイエットコーク。これなんだろう、ダサニとか。で、1本1ドルなんだ。150円ぐらいだから安いの。ちょっと買ってみよう。あれ、あ、ダメだ、死んでるんだ。そっか。なんだ。はい、ホテル帰ってきました。よいしょ。帰ってきた。ああ、すごい。夜景綺麗じゃん。へえ。こんな感じになるんだよ、夜。いや、どうだった？終わっちゃったじゃん、最後の夜。すごい楽しかったからね、また帰ってまた来たいぐらい気に入った。何が楽しかった？まずね、みんながめちゃくちゃ優しいこと、あと感じいいよね、めっちゃフレンドリーで。すごい優しい。すごい挨拶してくれるし ね。なんかあと、さっき食いに行った飯屋もそうだけど、めっちゃ話しかけてくれるしさ。そう、スタッフ同士もめっちゃなんかゆるく楽しそうにさ、ワーキャー言いながら遊ん楽しそうに働いてるよね。ねえ、なんか文化祭ぐらいのノリで働いてるよな。すごい優しいんだよ。日本はもうガチだもんな、常に気張ってる感じだけど、やっぱこっちはもう緩いね、働き方も。あと気候がね、やっぱり、ね、あ、ちょうどよかった。ちょうどいい10月ね。全然汗、あっちって汗かいたりそんなしなかったもん。汗かかないし、かかないまでいかないけど、すんごい炎天下、日が出たらあれだけどさ、でも基本もう涼しかった。なんかね、暑くなかったよね。なんか汗でベタベタすることがなかった。カラッとしててな、ね、で雨降ってもすぐ止むし、その止んだ時になんか絶対的に虹が見えるから、虹しがりつなかったな。すごい虹いっぱい見えて、なんかすごい幸せな気持ちになったね。
ノーレインノーレインボーっていうさ、うん、ことわざがあるから、うん、雨が降んないと虹は見えないから。そう、うん、あともう一個がね、日本人がねめっちゃいっぱいいて、なんかね心強い、それがなんか、いやそれが俺やだったわ。え、なんか外国に来ても日本人がいっぱいいるから安心できる。全然外国いる感ないとか、やっぱなんかどっか入ったりした時も修学旅行生男がバーッとかいたりとかするとさ、まあ、女の子もいっぱい、ちょっとやっぱ異国情緒はあんま味わえないんだよな、あの瞬間。バスも基本さ、Kマートとかデパートとかもさ、うん、マジで日本人だらけだな。だあと韓国人がちょこちょこいたり。なんか海外初心者にはいいな、日本の人がいっぱいいて、うん、でなんかでバスの中で修学旅行生に囲まれた時に、めちゃくちゃ久しぶりになんか高校生とか大学生の中にいる自分、まあね、修学旅行中のバスに乗ってる気持ちだったよな。若い子になったみたいでちょっと新鮮だった。まあ確かにな、近いしな、うん、初心者向けの海外旅行地だよな、グアムは。すぐ来れるし、日本人がいっぱい、日本語の通じるところもいっぱいあるし。そう、そしてね、アメリカだけどね、あの税金がないから結構ね、あの安いお値段でアメリカの気持ちが、どこがじゃ、だってこれとか8ドルだよ、今日買ったワンピースな、うんうん、いやそれはたまたま安かった、安いもんあったけど、基本飯が高いじゃん、まあ、ご飯はね高い、まあ、ホテルも高いし、うん、ホテルとご飯、これ持たないわ、これ今回3泊とか4泊とか損害だったけどさ、うん、もうそれ以上いたらマジで持たないな、うん、うちらみたいな貧乏人はな、ちょっと物価高すぎるわ本当。あのナイトマーケットは本当一番衝撃だったわ、ボバのミルクっていうお前の1200円とかさ、うん、俺のコーンのあれが1200円とか4桁いくんだもん普通にな、うん、まあでもそういうもんなんだよな。でもその分ここに住んでる人は給料とか高いのかね、だから円価下がってんだもんな。あ、そうそう、俺らが日本人ってのもな、弱いしな、基本本当に4桁飯が多かったな、うん、まあで海がな良かったな、海がすごい綺麗だった、今日行ったなタモンビーチ、うん、あれは本当綺麗だったわ、ね、うん、ずっと泳いでたかったけど、いやなんかね過去最高に綺麗だったかも。いやそこまでいかないか、もっと沖縄とか宮古島とか石垣島とか綺麗なとこあったけどさ、でも綺麗だったよね、うん、うん、いや良かったよ、うん、物価ぐらいだな、うん、ちょっとあれなの、引っかかんのは。すごい良かった、全部久々に来てな、うん、本当に良かった。こんな感じなんだな今は、うん、ちょっと寂れてる感もあったけどな、街人少なくて、そこがいいんだよ。そうだな、うん、人がごった返してても嫌だしな。そう、ちょっとさ、なんかね人がいない感じがいい。まあそんな感じか、うん、うん、まあ次いつ来るかわかんねえけどな、うん、まあ、久々に来れて良かったわ、うん、アメリカまで行かなくてもいろいろアメリカっぽいことできて楽しかったわ、うん、憧れのアメリカ、はい、そんな感じでした、うん、まあとりあえずじゃあもう明日もな、うん、早いっちゃ早いから朝、うん、もう寝よう、明日に備えて、うん、しし日本に帰るのに備えて、うん、はい、じゃあもう寝ます。はい、あ、この部屋布団がしっかりしてる、なんか全然違うな、全然じゃないけど要所要所でやっぱ違いがある。スーペリア厚手の布団だ、ね、やった、これで寝やすい、めっちゃ寝心地いいなこの部屋ね、すごいなんか快適だな、しかも全然寒くないし、あと壁のなんか隣の声も聞こえないね、やっぱ違うんだな、変えてよかったわ部屋、すごいいいとこだな、ここ、うん、いい。